レバレッジ投資家五木です。本日もよろしくお願いいたします。この動画を回していますのは、11月30日木曜日ということになっておりますので、まあ、11月30日木曜日、朝10時27分の、ね、データで喋っております。一つね、最近気になってしょうがないのが、来年から始まります、新しい新ニーサの方ですね。こちらの方で、まあ、ファングプラスの方をね、積み立て、もしくは購入していこうという、ね、方が大多数いてると思うんですけれど、 えーと、話を聞いてるとね、この人たち大丈夫かな、ということがね、ありますので、新ニーサ来年から始まる新ニーサのね、ポイントっていうとこ、ちゃんとつかめて、そして活用していかないと、ひょっとすると、ドツボにはまる可能性があると、2022年の再来ということがね、あるんじゃないかなと、2022年何が起こったか、もう皆さん忘れてんじゃないかな、ということで、今から資を始めようとする、 初心者の方、プラス、2022年のことをすでに忘れてしまっている人たちに向けてね、今日は、新しいね、新ニーサーを使っていく上での、今のね、現状での注意点ということをね、皆さんと情報共有していきたいと思います。それでは、スタートです。まずね、新ニーサーのおさらいということで、これ勘違いしてる人がね、結構いてるんですよね。まずは、一人頭1800万円の、 枠がね、えー、いただけるんですよね。えー、そしてこの枠っていうのは1800万円すべて積み立てで使うこともできますし、成長投資枠と積み立てっていうのを分けて使うことができるんですよね。そしてこの成長投資枠っていうのは1200万。 そして、見立て枠っていうのが、600万というね、えー、ことで、これ合わせて、ま、1800万という使い方もできます。そして、1年間で投資できる上限っていうのがあるんですね。ここを勘違いしてる人がいてね、いや、1年間でね、あの、30万円積み立てれると思ってる人がいてるんですけれど、 積み立て枠っていうのは年間120万円しかできないんですよ。ということは、1ヶ月平均でいきますと、1ヶ月10万しか積み立て入れないんですよね。ですけど、私のチャンネルのコメントにね、いよいよ、いつさん、えー、積み立て別にね、1ヶ月30万できるでしょうとかね、えー、書いてきてる人がいたんでね、おいおいおいと、積み立て枠っていうのは年間120万、これで頭打ちですと。ただし、成長投資枠で残り240万購入できますので、1年間で360万円 最大購入することができるっていうねこれが来年から始まっていく新ニーサということになってくるわけなんですよねえそして思い出してほしいのがそして初心者の方知らない人は、えー、新しいね、えー、事実として受け止めていただきたいんですけれど2022年レバナスが ちやほやされていた。要は、2021年の年末からですよね。年始にかけて、レバナスが、チちやほやされていた時期ってどうだったか覚えてますレバナスっていうのは、ぐん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 成長しておりまして、その時のね、基準価格っていうのが、レバナスの最高値、4万円を超えていたわけですよね。その時に、2021年の12月にね、まあ、今年やかに再えかれていたのは、2022年、 ニーサ枠。これはね、旧ニーサーということになるんですけれど、一般ニーサー枠っていうのは120万円まで投資できるわけなんですよね。その時はね。えー、そして、えー、そのね、2022年ね、えー、この120万円に、年始一括投資するのが正義なんだと。これが一番ね、過去のバックテストを振り返ったとしても、 年始一括投資をするのが一番リターンが出るんだということでね、数多くの方がね、2022年120万円一般にサークルにね、一気に投資したわけなんですよね。ただしその後の天末っていうのはご存知ですよね。2022年レバナスは最大64%下落をしたということで、2022年1月に 120万円、一般にサークルにね、投入した人たちっていうのはね、もうその1年間、苦しみに苦しんで、なおかつですよ、未だにスポット購入をしていない人であれば、未だに、はい、レバナスはマイナスのトータルリターンになっていると。これと同じことをね、 今回知ろうとしている人たちがいませんかということで、積み立ての方ね、来年から始まっていくファングプラスの積み立ての枠っていうのは年間120万円しか使えませんから、これはね、えー、最短で埋めていこうとすると、まあ、年間120万円、10万ずつね、積み立てていかないといけないから、まあ、これはね、えーまあ、来年からスタートするんだったらスタートしてもいいのかなというふうに思いますけれども、成長投資枠ね、 年間240万あるわけですよ。これをまさか年始一括投資しようとしてる人はいませんかというね、えー、ことで、これがね、あの、すごく危険な香りがプンプンしていると。えー、それはね、な、え、ぜ、ー、かと言いますと、まず、ファングプラスですね。えー、こちらの方は、設定来最高値が42,275円ということで、2023年の11月24日につけたのが、え最高値ということになっております。 今、現状、11月30日は、そこからちょっと下がりまして、4万1543円ということでね、かなりお高いところにいてると。要は、2022年のね、レバナスの最高値にね、いて、そして、年始一括投資をね、した人と同じような現象になっているんじゃないかということでね、2023年の1月4日ですよ。2023年の1月4日のファングプラスの基準価格っていうのは、19000。 632円だったわけですよ。もう倍以上になっているわけですよ。2023年ですよ。2023年1月の4日、基準価格が19,632円だったものが、えー、今現状4百5 4 3円に増えていっていると。1年間で、要は倍になっていると。 さね、みんなこうなってきたら、来年はさらに倍になっていくんだというふうにまあ思われる方がいてるんですけれど、まあ2022年のね、レバナンスを高値上かみした経験のある人たち、それを私たちは目の当たりに見たわけですよね。その経験から言ってね、悲劇は繰り返される。デリデリン、リデリリン、デリデリリン、リデリン、リリリン、ということでね、 はい、またね、悲劇が繰り返されようとしてるんじゃないかということで、ファングプラス、 こちらの方ね、もちろん下落でもね、強いということになってるんですけれども、けれど下落しないのかというとそうではないということでね、なってきます。2024年から2025年にかけて、どこかのタイミングでリセッションが入るんじゃないかと予測されている現状、このチャンネルではね、逆イールドっていうのは説明させていただいて、暴落がね、来年以降来るんじゃないかと、来年からね、再来年ぐらいにかけてね、どこかのタイミングでリセッション入りして株価がね、暴落するんじゃないか という予想を出しているこのチャンネルですからここは成長投資枠の240万円というのはね その逆入れると後の下落が来てから購入した方がいいんじゃないかと。別に240万円の投資資金を手元に置いておいてね、下落を待っていたとしても、別にね、何ら問題が起こるということがありません。これを言うとね、いつそれって機械損失じゃんとかって言うんですけれど、いや、機械損失や思ってる人はね、年始一括投資で240万ガーン入れてくれたらいいですよ。その後ね、無事上昇していきゃいいですけれど、2022年のレバナスの二の前になるなんていうことはね、 十分に考えられるわけですよね。そんなね、えー、愚かな行為、その後1年間ね、後悔し続けるようなことがしたいんですかと。本当にレバナスで2022年年始一括投資をした人で、スポット購入、ね、なかった人っていうのは、未だに含み損益、トータルリターンマイナスのままですからね。 <laughs> これをあなたたちはガチホールドできるのかこれできないから、去年大多数のファナースを NAC 活投資し,した人たちっていうのが脱落して老婆売りかけたわけですよ。 下でまた入り直したら人がわけわからんね損失を出して、そしてね、もうレバナス最高って言ってた人がね、くるっと反対を向いて、レバナスはクソだとかね、もう最低だとか、レバナスは終わったとかでね、アンチにジョブチェンジしたというね、歴史があるわけですよ。これと同じことを繰り返さないためにも、ファングプラスが安くなったところでしっかりと購入していくのがいいんじゃないかと。何度も言いますよ。今年の2023年の1月の4日、 ファングプラスの基準価格は19,632円、そして11月の30日、41,543円ということになっていると、倍以上伸びていっているというところを考えて、投資戦略の方を組み立てていただければと思います。もちろんね、えー、積み立ての120万円枠はね、どうしても使っておかないと、これは積み立てでしか枠を消化していくということができませんので、まあこちらの方の積み立て ててっいいいうのは年始からスタートししもいいですし私はおすすめはファングプラスは値段が落ちてから買えばいいと思います資金のストックっていうのはストックしておくのが一番いいということで、ね、現金比率はある程度高くなかったら来年。 リセッションが来る可能性があるというね、このあるということだけでもね、考えて、資金はしっかりと握っておくというのがね、まあ正義じゃないかなというふうに思いますんで、まあ今回の注意点、2022年に起こったレバナス最高値からのね、64%下落、このね、二の前にならないように、あとは自分の投資戦略を考えて、そして来年新人さんの方ね、使っていただければと思います。 最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら